それは突然訪れた。ごめん、俺と別れてほしい。え、別れるってなんで急に。私何かダメなところありました？あったら何でも直すんで。いや、山吹が悪いとかじゃなく、なんていうかさ、彼女がちょっと浮気疑っててさ。え、先輩、彼女いるんですか？ん？そうだよ。告白してくれた時言わなかったっけ？ま、とりあえずそういうことだから。え？短い間だったけどありがとうね。え？山吹音色、高校1年生、入学式で一目惚れして。1年生？かわいいね。イケメン好き。片思いすること約1ヶ月。好きです、付き合ってください。お、マジ？いいよ、付き合おっか。勇気を出して告白し、見事付き合えるようになったのが約1週間前。なんだけど、まさかの二股。初めての彼氏で、これから楽しい思い出いっぱい作っていこうと思ってたのに。先輩のバカ野郎、おたんこなせ、うんこ、将来ハゲろ。よし、今日から私は勉強一筋で生きていくもんね。恋愛なんか時間の無駄無駄。ぶ？何今の？超ウケんだけど。今の聞いて。そりゃあれだけ大声なら嫌でも聞こえるよね。そりゃそうだ。この人って隣のクラスの優凪葵くんだよね。入学当初かっこいいって騒がれてたけど、近くで見ても綺麗な顔してるな。なあ、さっき言ってたことって本当？さっき？もう恋愛しないっていう。ほ、本当よ、心に決めたの。じゃあさ、付き合って。え？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 な、急に何言って。ダメ？やった。イケメンには抗えん。あのままなんかカフェに連れてこられたけど、おしゃれなカフェ。これっていわゆるカフェデートってやつだよね。初だ。あんなことや。あん、こんなことが。ほっぺにクリームついてるぞ。じゃあ早速だけど脱いで。ちょ、それはさすがに早すぎないかな。もうちょっと段階踏んでからで。っていうか、ここ普通のカフェだし。いいから、つべこべ言わずさっさと脱げ。そんで、冬の大創刊号リボンスペシャル大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見てね。